名古屋市港区のポートメッセ名古屋で工作機械の見本市メカトロテックジャパン2021が開催されています。426の企業や団体が出展していて国内最大規模だということです。会場では自動車や半導体関連の最新の工作機械を紹介していて、来場者が実際にアーム型ロボットを操作できるブースもあります。この見本市はあさってまで開催されます。